ギャラクシーブラウザはサムスンエレクトロニクスが開発したスマートフォン、タブレット及びスマートウォッチ向けのモバイルウェブブラウザである。オープンソースのクローミアムプロジェクトに基づいており、ギャラクシーデバイスにプリインストールされている。2015年以降、Google Play からダウンロードできるようになった。近年ではギャラクシーストアを介して、事前ベースのスマートウォッチでも利用できるようになった。 月間アクティブユーザーが約4億人いると推定されており、スタッドコウンターによると2018年5月頃の市場シェアは約4.98%だった。モバイル向けブラウザではクロームサファリに次ぐ世界3位。標準のクローミアムコードベースとのコードの相違点のほとんどはギア v r や 生体認証センサーなど、スマートフォン以外の特殊なデバイスをサポートするために導入されたものである。2012年、ギャラクシーデバイスのデフォルトブラウザとして、Galaxy ブラウザが Android 標準ブラウザに変わり、標準ブラウザとなった。2013年初頭頃、ブラウザベースをクローミアムにすることが決定され、2013年後半、最初のクローミアムベースのバージョンが、 Galaxy S4 シ,シリーズに搭載された。バージョン4は2016年初頭にリリースされ、シークレットモードコンテンツカード、フローティングビデオ、ビデオ履歴機能、ウェブプッシュ、サービスワーカー、カスタムタブ、コンテンツブロッカー拡張機能が追加された。バージョン5は2016年12月16日にリリースされ、ウェブ決済と強化された、ビデオアシスタントが追加された。 バージョン5 4は2017年3月にパブリックベータとしてリリースされ、スワイプジェスチャー、クイックメニュー、拡張ナビゲーションページ、およびコンテンツブロッカーステータス UI によるタブナビゲーションを追加された。安定版は Galaxy S8 の発売後、2017年5月に全世界でリリースされた。バージョン6.2は2017年10月30日にリリースされ、 ハイコントラストモードとナイトモードが追加された。バージョン6.4は2018年2月19日にリリースされ、ダウンロードマネージャーが追加され、デフォルトで WebBluetooth が有効になった。バージョン7.2は2018年6月7日にリリースされ、w e b g ル r にインターセクションオブザーバー、w e b アセンブリ、および保護されたブラウジングが追加された。 バージョン7.4は2018年8月19日にリリースされ、インテリジェントスキャンによる認証、カスタマイズされたリーダーモード、ダウンロード履歴の改善が追加された。バージョン8.2は2018年12月21日にリリースされ、改善されたダウンロードマネージャー、改善されたリーダーモード、バグ修正と安定化、 スマートスウィッチ経由のクイックアクセス同期が追加された。バージョン9.2は2019年4月2日にリリースされ、以前のバージョンでクイックメニューとして追加されたビデオアシスタント拡張機能が削除され、OneUI によるアプリアイコン及びユーザーインターフェースの再設計が行われた。片手操作、スマートアンチ追跡、すべての画像を保存するオプションが追加された。 また、バグ修正及び安定化が図られた。バージョン9.210.15は2019年5月19日にリリースされ、y o u t u b e ウェブビデオにプラス10秒及びマイナス10秒の飼育機能を追加し、ラム使用量を最適化し、ダークモードとデクスモードでの交際認証での自動ログインに影響する2つのバグを修正された。 バージョン9.4は2019年7月22日にリリースされ、QR コードリーダー、タブレットデバイス用のタブマネージャー、ウェブプッシュ用の通知マネージャー、各タブの履歴ナビゲーション、ビデオ自動再生コントロール、ホーム画面に追加中の名前変更機能が追加された。また、バグ修正と安定化が行われた。バージョン点一零点二七は二千十九年九月八日に、 リリースされ、クイックアクセスデータ同期と、さらに洗練された、ユーザーインターフェースが追加され、Chromium が M71 にアップグレードされた。また、バグ修正と安定化が行われた。バージョン10.1、1.3は2019年10月3日に、リリースされ、右から左に書く言語のブックマーク、履歴、保存ページのバグが修正され、 ユーザーインターフェースが再度改良された。バージョン10.2、0.53は2019年11月24日にリリースされ、ビデオアシスタント、お問い合わせアイコン、ギャラクシーブラウザを使用できるアプリ、カスタマイズ可能なメニュー、更新されたタブマネージャー、再度洗練されたユーザーインターフェース、改善されたハイコントラストモードなどが追加され、バグも修正された。 バージョン10.21.10 10は2020年1月14日にリリースされピクチャーインピクチャーオプションの追加 d クスのスタンドアローンモードでの指紋認証機能スクロールキャプチャの機能強化特定の状況でのクラッシュなどの問題の修正が行われたバージョン11.11.52は2020年2月25日にリリースされブラウザ拡張機能の追加 O2 トップボタン等の UI 改善、クイックアクセス、バグ修正と安定化、パフォーマンスの向上が行われた。ギャラクシーブラウザは Android 5.0以降のすべてのスマートフォンをサポートしている。ギャラクシーブラウザのロゴギャラクシーブラウザのロゴ、ありがとうございます。